皆さん、こんにちは。タラメリ第154回日照物件定3級に関する回答速報を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。 じゃあね、えー、今日は154回検定の、ね、回答速報ということでございまして、えー、お時間おおむね30分程度頂戴いたしましてですね、えー、本日実施されました簿記本試験の、まあ、あ要点用紙というか概要というかあそちらの方を、ねまあ、お話をさせていただこうと。 というところになりま,すでまあまずは皆さんね、あのー、本試験の方ご受験お疲れ様でございました。まあ産の場合にはね、どうしても朝からというところもありますんで、まあちょうど、今連休だもんね、あのー、ね、えー、世間のみんなが遊んでるところ、 お皆さんはねこうやって試験朝早く祝日に、えー、祝日というか日曜日起きていただいてね試験を受けてきていただきましたんでまあ,あなかなかね、えー、昨日なんか風も強くって、えー、電車なんかどうなるかなというふうに少し心配したとこもあったんだけどね、まあ、とりあえず今朝はあそれほど風も強くもなかったし。 まあ穏やかな感じでね、えー、試験会場に行ってきていただくこともできたのかなというふうに思います。で今日のね産休、まあの本試験ね、まあ、どうですかね、えーまあ、本試験ですからああ図抜けて簡単なんていうことは当然ないので、えー、それなりにね、えー、試験会場をついてはい始めなさいと言われてね問題ご覧になった時にはああ量多いなとかねあこの手の回答よし嫌いだなとかね えー、いろいろ思われるところもあったかなというふうには思うんだけどねまあ、とりあえず今日解いてきていただいたというところになりますがまずあのー、これは僕の個人的な感覚です、えー、僕もですね、えー、皆さん方同様産休本試験の問題を拝見させていただきましてで回答手続きね取らせていただいたんですがまあ、その上で今回の産級試験のそうだな まあ初見の感想として言うとまあそうねここ数回ずっともう3級は落ち着いちゃってるところがあるんで、えー、そんなにね何て言うの難易度がこんな波打っちゃうと、えー、やたら難しい時があってやたら簡単な時があってとかっていう形では正直ないので、まあ、今回も前例踏襲型というのかなあー出題取材内容というところを考えた場合には まあごくごく一般的な近年の産休の本試験の傾向かなというふうには僕は個人的に思いましたあーですからまあまあ普通ということは言い方があれば一般的な産休法試験の問題だねというところになるで一般的な産休法試験の問題だねということは当然のことながら、あのー、やはりね 正しいい準備というもの受験準備というものをちゃんとやっていかないとまあ当然ですね、えー、合格点数に達するのはそれなりにやっぱり厳しくなるというところがありますんでまあしたがってですねん今回の3級の問題も、まあ、本当に何て言うのかな産級の受験に向けてね、えー、しっかりと基礎力を培って ねえー、その上で、まあ、実践的な問題演習次のステップになりますけどねこういったダウンを踏んで、えー、確実に勉強を積み上げてきた方々であればあーきっと合格ができる問題、まあ、逆に言うとその過程の部分でね、えー、少し手を抜いてしまったとか手続きはしょってしまったとかいうところがあると、まあ、量的にもそこそこあったりはするので正直ちょっと厳しいかなという気はします。 えー、ですからまあ,あやはり一般的な3級の本試験のお傾向というふうに言えるんではないかなというふうに思います。まあ,あ問題の具体的論点という意味で申し上げればですがそうだね、まあ、第4問の極選択の問題なんかはまあちょっとこれ意外とね、えー、答えづらいところもあったりするかなっていう気はするんだけど まあでも全体としてはやはりいい問題なのかなというふうに僕は思いましたよ。まあ、例えばそうだね5番目の文章なんかそうなのかな5番目の文章なんかを見ていただいた時にえー当吉に生じた収益合計から費用合計差し引いて当期準利益または当期準損失を求める計算方法を何つうんだね。 まあなんつんだって言われてもこれまあ本当に何もないとこから自分で書きなって言われたらまあほぼほぼ書けないかなっていう気はするんだけど一応こちらについては語群もあったんでねこれあのいわゆる損益法と言いますね費用収益の差として利益を計算するというのは損益法まあそれとは別にね岸の淳一さんと期末の純一さんを比較して淳一さん増加額をもって差額は利益でしょねまあざっとくりした話ですけど岸に淳一さんが100万あった純一さんね BS の資産投資産の差額ですよ100万あった でそれが期末に110万になったで登記中にね株式やることかやってませんよって話になれば増加した10万ってまさに投機純利益でしょまあみたいな形でね貸借対照表の純資産の増減額から利益を計算するとこで財産法とか読んだりするんですけども損益計算書の作成を通じて利益計算を行うと損益法と言います。まあここういったところはね ちょっと正直わかんないなとかっていうのも出てきたかもしれない。まあそしたらまあ五軍選択ですからあ極端な話当てずっぽうでもいいわけですよ。なんか書いとけば。だってどうせね かかかんんなないからって何もも書かなければううそこで失点決まっちゃうんだからだったらもう一か八かで自分の好きなものでも構わないからね書いとけばそれでいいわけで、まあ、そういったところからすると、まあ、ましてや第4問だっていうところからするとね多少知らないような問題が出てきてもまあ当連なんかのね練習経験を積んでる方であればこれで合否が決まらないってことはよくお分かりだったと思うので、まあ、そこはスタンスの切り替えもできたと思うからね。そういうい意味では まあそうだ、ねあのー、考えていただく論点ではあるけどもそれによって分かんないことでまあ試験を落とすようなことまではしませんという問題になってるからバランスもいいんじゃないかなああいうふうに僕は思いますねで第5問あたりはちょっとねあの下流家銀関連の処理なんかまあ近年産業の範囲に入った消費税の絡みも入ってますんでね少しそういうのが出てくると厄介だねっていうところは正直ありますわなでありますけどもただまあもともとね第三問なんちゅうのもそうだし えー、第5問もそうだけども、まあ、いわゆる奇数問135に関してはあ特に3問5問はもう7割狙いという前提で十分なわけですからあーその前提で考えていただくとねまあ1個や2個分かんないのがあっても十分対応はできるという前提になってるんで、まあ、そういう意味では繰り返して申し訳ないけども非常にねバランスのいい問題だったかなという気はします。 まあ別に僕何もらってわけ,わけでもないんでね。あんまり褒めてもいいことあんねえんですけど。まあでもそこはもう客観的に認めざるを得ないような気がする。で、まあいくつか問題ある中で少しやっぱり解きにくかったかなっていう気がするのは、ああ、第二問。だよね。で、ね、おそらく第二問なんじゃないかなっていう気はするんですよ。まあこれあの、与えられてる補助簿。現金水等帳と仕入れ帳と買い替金元帳。 あそれぞれ記入内容に基づいて指定された日付の仕分けを答えてくれっていう問題になってますからまあこれなんかまさにねまずあの現金水奨帳自体が一部データ推定になってるんだけどここら辺に関してはもう元々回答のために必要な資料とここしかない、ね、問題の上にしか載ってないんだからそしたら例えば14日あ現金水奨帳を見た時に14日2月14日の日付で生じてんのが臨時店舗に対するえ臨時店舗での売り上げがありましたと。 で収入いくらかありますよという話になってるわけですがこれ臨時店舗における売上ですからまあ物を売ったっていう取引の話なんで端的にしばら考えればね現金追悼帳に記録があるんだからまあ入金があるんでしょ借り方現金だよねで貸し方は物を売ったちってんだから売上なんですよ。でその前提でいうと借り方現金貸し方売上だってことはまあこの内容。 この日の取引内容ってのは、現金水悼帳だけじゃなくて、売上帳の方にも当然載ってるはずなんでね。だ売上帳の方チェックすれば、2月14日。まさに同じですけどね。えー、臨時店舗における売上だと。で、現金売上だよって適用欄にちゃんと書いてあるでしょ。で、チョコレートが40個で1個1万円だと。1個1万円のチョコレートが、あ40個売れましたと。ね40万だと。ね昔こういうの結構あったよね。 <laughs> あの昔はこういうの結構ありましたけど最近どうなのチョコレート1万円のものを女性が買って彼氏とかにあげるんですかね昔は結構あったねまあ昔の話でてもしょうがないけどねあのありましたなあー5万とか10万とかっちゅうのも昔あったもんね今あんのかねああいうのおそもそも売ってねえっていう可能性もありますけど昔ありましたよ1個5万とかあのチョコバレンタインの時の。 今でもあんのかねええー、とんと、僕はそっちはもうわからないですけどね。まあ、昔はあった。で、今回ね、その1万円の超候が40個売れたから、40万売り上げがあって、ありましたって売上帳載ってるからね。まあ、それ見ていただければ、現金水頭帳の、あ,あ収入の方は40万入んのね。わかるじゃない。で、それが埋まっちゃえば、ああ当然のことながら残高な。 その直前の残高が27万7,000ですから40万加算して67万7,000になりませんというような状況を分かっていきたりね、まあ、するんで相互の記録の相関関係に基づいてまあ皆さん方データ推定をやってくださいというのが趣旨だったんで一回つながっちゃうとねあの連鎖的にまあ問題解けるかなというところがあるんだけどその取っかかりに気づかないと意外と厳しいよね。だからこういう問題を解くにあたってはまずあの補助簿ね。 3級での伝統的取材論点ではございますけど、そもそも補助簿についての記録の概要を正確理解していますか？これがまず問われこれはね昔の3級の試験からずっと伝統論点ですよね。補助簿っていうのはいかなる取引をどのように記録する帳簿なのか。まあ、具体的に現金水登帳ってのはどういう帳簿なのかまあ、それを理解した上でまあ、大まかな。 記録内容、ね、記録の概要というものを理解しとけば記録内容に基づいて取引読み取れるでしょって話ですから、まあ、今回出題されている現金水悼帳や売上帳の記録内容に基づいて仕訳を答えなさいっていうのは、まあ、今言った通りこれは昔からある産休の試験の内容です。 もう近年の日商物件っね、まあ皆さんご承知の通り、産休自身も株式会社会見になったり、いろんな形で出題区分書いて入ってますけども、そのうんと前から、もう極端な言い方ですね、僕らが受験勉強です二十数年前からあるような出し方です、これは。ね。で、こういうのはね、やっぱりいかにも僕は産休的な論点だと思いますよ。あのー、逆に言うと、ョブの詳細なんかいうのは、上いっちゃうともう問えないわけですよ。まあ、ただ知らなきゃいけないんです。ね。 問題とししてては出てくるる場合もあるしでそういったことを考えると今日の第2問も僕いい問題だなと思いましたよ。ね。あのこれぐらいちょうど程どいい推定になってるんで、まあ、ほどちょうど程どいい推定ってことは何が言いたいかちょっと結局さあ,のある程度はちゃんと内容を勉強しとかないと推定、まあ、相関関係に基づく推定ですからできないでしょいう形になってる。ね 逆に言うとそういったところ最低限のベースとなる補助簿に関する知識の習得が図れてればあ点数上げますよっていう問題になってるんでねまあ余計な話ですけど僕はねこのレックという学校で日照で言えば1級であったりとか、まあ、2級もちょっとやってますけどおメインでまあ駒数が多いのはやっぱり税理士なんで。 あの税理士の会計学等々の科目を担当させていただいているものから言,うさす言わせていただくとあのこういう問題はちゃんとね三級の段階でやっぱりやっといてほしいなというところは正直あるんですよ。やっぱこういったね本当に基礎の部分っていうのはしっかり固めてる人とそうじゃない人ってね上位レベルの勉強した時のやっぱり土台になりますんでね、えー、そういう意味でやっぱりこういったものを試験で出してくれるっていうのはねまあ僕らあ税理士試験のね 講義担当としては非常に望ましい傾向だなとこういうふうには思いますけどねまあ別に税理試験のうんぬんだけじゃなくて当然これはもう会計を勉強するにあたっては土台を形成する内容だからまあしっかり見ておくべきものと言えると思いますんでねまあそういう意味ではいい問題だったと思いますで第3問あたりはそうねだいぶ落ち着いたかないう気はするまあ普通です普通第3問は あのー、電子記録債権とか電子記録債務とかね、まあ、そこら辺の話が主体領域入ってますが、まあ、所詮こんなものは手形の話なんでね、えー、事実上手形と一緒でしょだって電子手形ですかこれでその前提からすれば今日の第3問はね取りやすいと思うよ僕は個人的にというのもあのひねりがないんだよねひねりがないっていうとちょっと語弊があるかな うーんでもこれははひねりはな,いなあのー、もう少しやっぱり第3問に関しては攻めてくる場合も結構ありますんでね3級そういった意味で言うと今回の第3問はあの問題自体にひねりはないだから本当にねベースの知識をどれだけ確実に習得できてるかに尽きるんで逆に言うとまあどの取引見てもそんなに突飛な話がないので、えー、皆さん方おそらく計算用紙に仕分けとおこしましょうと。 なった時にあんまり悩まない、ね、だから落ち着いて対応できたんじゃないですかね。だから今日の問題に関して言うと、まあ、第3問別に満点狙う必要はないんだけどもあの第5問なんかに比べれば第3問の方が点数は伸びますよ。だから逆に言えば皆さんにとっては攻めどころだったからいう気がするしね逆に言うとあの今日の第3問みたいな問題はやっぱり満点が取れるぐらいのつもりで。 勉強を進めてておかないとダメだってことですあのこれ以下のものはね出ないですよおそらく、ね。今の試験の先生の動向を考えた時にまた過去のね、えー、本試験の問題考えてもこれ以下の問題が出るってことはまあ期待しな,ない期待しながいい。もしそういった時があれば他の問題がどぎちいってことですからあこれはやっぱり三級の試験の中で最低限本試験においては最低限。 こなさなきゃいけない質の問題だと思うのでまあ、そういう意味ではね。今日の第3問なんか手を出してあ意外と行きやすいかもって思っていただいた方いらっしゃると思うんですね。そういった方はね。あの産業の学習自体がしっかり進められた証ですね。それはあのご自分に自信持ってください。あのいや問題が簡単だったからっていうふうに思われるかもしれないけど、そんなことはないです。ですかこれが本試験における。まあ最低限のレベル。 で逆に言えばこれがちゃんとできるってことは本試験レベルに達してるってことなんだからそこは自信を持てばいい。ね、僕は図抜けて簡単だなんて言ってないあの逆に言うと本試験受けるレベルまで行ってない人はこれできないですよ。だからあー今日のこの問題なんかはねまあ結果本試験ですからうまくいった方いかなかった方って当然いらっしゃると思うんだけどもしね今日の3級の本試験受けてちょっと失敗したなと。 いう方いらっしゃれば、あの第3問に関しては今申し上げたような前提で少し見直し解き直しした方がいいですね。うん、そうすれば次に繋がるはずだから言い方があるとね。もう1回、ご自分の弱いところを見直したときにもう1回解き直しをしてね。つか今日の第3問っていうのが最低限クリアすべきものなんだとで、これがまず確実にクリアできるという状況を作っていけば、他の本試験の問題でも十分対応できるはずですから。 ね、その一つのね逆に言えば今日本試験の段階では是非ここで点数積んでくださいという意図がね僕は個人的には感じた。ねやっぱ大顧問とか少しひねってますからあーそういった部分からすると第3問でどうぞ取ってくださいという形にしていたのかなという気が僕はしましたね。えー、そういううい意味で言うとまあ いいい問題だったんじゃないですかでここでしっかり点数を伸ばせてねで第5問で7割程度拾ってで第1問についてはどうかなまあ少し消費税絡みの話こっちも張りますけどねただ仕訳問題は基本的に5問のうちの3つを取りましょうっていうスタンスだと思うので、まあ、そうすると1番目ね1番目の設問とそうねうん4番5番。 ななんか何のひねにもないですよだからまあ2番とか3番の方が簡単だったって人はそっちでもいいんですけど、まあ、僕の感覚で言えばははもうう十分取れるると思いますからもうそら3つでできてるでしょだからその3つは確実に拾っていかなきゃいけない言い方不安と仕分けの問題で少なくとも3つは対応できるようにしていくっていうのが3級合格のための基本戦略のはずなんでそれが実現できたのかだっていうのはくどいよだけどやっぱりねちゃんと受験対策ができてた。 言い方があると3級に受かるための基礎能力をしっかり身につけられた証だと思いますね。僕はそういう感覚がしましたねでちょっとやっぱり第4問あたりはね少し考えなさいというふうに死刑の先生もおっしゃりたいんでしょうね、えー、そういう意味での問題だったんだと思うんだけどまあでもまあ個人的には僕は一番第4問はいい問題だなと思いますよ あの、こういうね、ご記入でもそうだし、ご軍選択でもいいんだけどね、まあ、簿記ってのは当然、計算手続きがメインであることは間違いない。で、計算手続きがメインであることは間違いないんだけど、ただ、計算のやり方は暗記するのが簿記だと。思われてしまうのも、思われてしまうのも違うんだよね。まあ、こういうね、概念というのかな。ああ、個々の手続きに関しての概念を問うような、こういう問題ってのは僕、いい問題だと思いますね。ああ、これはね、 まあ伝統的な産業の試験の出題傾向ではありませんがでもこういう問題はどんどん僕出してほしいなという気がする。ねえー、やっぱこういったところ、ね、聞き方ってのはやっぱ難しいですけどね、えー、単純に計算の仕方を暗記するとかあ解き方丸暗記じゃなくて、ねえー、そもそも論としての各項目の趣旨というものを理解してますかということを問いたいと。 いう趣旨の問題だとと思思うんで僕はいいい問題だだったと思いますだから、まあ、そういう問題も出題されてるという前提になりますんで、えー、繰り返しになりますが今日の3級で、まあ、一つ結果を出すことができた方は3級の段階で、えー、皆さん方に身につけていただきたいと一般的に思えるレベルはもは十分にクリアしてるとおいうとこだと思いますから、まあ、そういう意味でもね、えー、極めて妥当性が高い本試験の問題だったんじゃないかなと。 いうふうに僕は思いますまあ、人によってはね簡単だっていう人もいるかもしれないただね本試験だからね、まあ、ましては3級の方々初めて簿記の検定試験を受ける方も多いんで日商のね、えー、そういうことを勘案したってねやっぱ本試験ですからずねけて簡単なってことはないんですそういう問題はないんですね、えー、どんな時だってやっぱり本試験ですからそれなりにやっぱ聞くべきところは聞いてるし ねえー、考えるべきものは考えるように求めてますからね、えー、そういう意味ではまあ一般的な問題とこういうふうに言っていいと思います。はいまあこれがね今回の僕の試験のね、えー、所感でございます。でその上で ちちょっっっと順番あべべこになっちゃったけどねもうすでに私どもホームページの方をねご覧いただいている皆さんでいらっしゃいますから先にチェックしていただいたと思うんですが1点ご案内です、えー。ホームページの方ではね私どもレックで作成いたしました回答速報、まあ、こちらの方アップさせていただいておりますがあのー、これ毎回毎回ご要望も多いのでね入れさせていただいてるんですけどあのー、各問題についての予想配点 を入れさせていただいておりますからまあ、この予想配点はねあくまでもご自分の予想あ予想というか得点状況をねに判断するための一つの目安としてご活用をいただきたいまあ、何が言いたいかっていうとこれあくまでも何度も言っている通り予想配点なんでうちがおそらくこういったところにこれだけ点数つくでしょっていう風うにつけたものまあ、言い方があると日照さんというのは基本的に配点箇所で公表されないんですよね、どこが何点でど何箇所です こういういい配点箇所を教えてくんない公表してないからで公表してないんだけどただねこれまでの経緯であったり過去の経験等を踏まえるとまあそうだな私どもの予想配点で自己採点やっていただいた結果、うん、だいたいプラマイでいうと5点から7点ぐらい最大でも7点前後で十分だと思うんですけどそれぐらいの幅を持って見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。 プラマイ5点ぐらい、ね。5点から7点ぐらいかな。あの幅を持ってですね、自己採点の状況ってのは見ていただきたい。だから68点でしたとか。ね、うちの予想配点で自己採点したら68だった。あダメかもいや。そんなことないですあの。今言った通り、幅があるんで。ね、それはあくまでも一つの参考に過ぎないんで、そういう前提でね、ご活用いただくといいんじゃないかなと思います。まあでも、そんなに大きくはずれないと思うよ。 あの10点も15点もずれちゃってるってことはまあ基本的にないはずなんで、えー、実際の本試験の採点とねまああくまでも一つの目安としてご活用くださいねということは最後に一言申し伝えをさせていただきたいと思いますのとあともう一点これまあ告知になっちゃって申し訳ないんだけどあのもう時間がないんでねあんまりね 実施まで間がないんで申し上げますがあ今日試験受けていただいたばっかりの皆さん方、まあ、これからね、えー、上位級であったり他の資格であったりステップアップをお考えの方々もいらっしゃると思います。でこれ簿記検定に関する簿記講座に関するご案内なんですがあー来週29日それから3月1日、えー、この2日の日程でですね私どもレックの各校舎、ね、レックの各校舎で小学生試験を実施します。ね えー、で、これ、30分程度のイージーな問題なんですが、得点状況に応じてですね、あの一定の学費を割引をさせていただくという類のものになります。で、細かい話は私どものホームページの方で確認を取っていただければと思うんですが、まあ、別に、あの、何ですかあ、小学生試験受けていただいたから、うちで必ず申し込めなんて言うつもりはないです。えー、とりあえず、小学生試験だけ受けといてもらえれば、一定の期限はありますけどね。 え割引チケットを差し上げますんで、得点状況に応じてね。で、それをお取りいただいた上でね、まあ、次のステップ、えー、勉強するにあたって、まあ、一つレックというのもね、選択肢に挙げていただけると嬉しいなというふうに思うんで、まあ、小学生試験自体はそんなもんですから、あー、別にね、 お申し込みいただくことを強制するわけでもないので、えー、3月1日それから2月29日、まあ、両日においてでちょっとこれ実施の本校舎ね、えー、実施の校舎においても実施時間がちょっと違ったりしますんで、えー、それぞれ校舎ごとにね実施日程ございますからお手数ですけど興味のある方はねホームページの方で確認をしていただいて是非ねお時間があれば。 そちらの方ご参加いいいいたただければありがたいという,ふうに思いますはいというところでございまして第154回日照部記検定3級についての回答速報はねそれぐらいにさせていただこうと思いますまあ皆さんあの今日は本当にね最初に申し上げた通り、えー、お休みのところね朝早く起きていただいてまあ試験会場行っていただいて慣れない環境で試験受けていただいてっていうところでございますから、まあ、ちょっとね もも少しししし無理てて勉強したりもしてると思うんでまあ、疲れも溜まってるだろうからね明日ね明日もそのままお休みだよっていう方もいらっしゃるかもしれません、まあ、今回はね非常に日の並びもいいんで、えー、そういったラッキーな方もいらっしゃると思うんだけどもまあとりあえず今日はね、えー、問題の解き直しだ何だあかんだなんて別にそこまでやる必要僕ないと思うんでまずはねここまで、えー、皆さん方あー一生懸命勉強やってきて疲れも溜まってるでしょうからね。 まずはあのゆっくりとお休みしていただいてね明日ぐらいちょっとリフレッシュしていただいて次のね勉強であったり火曜日からのお仕事に備えていただくといいんじゃないかなと思いますまあ最近はねいろいろ病気が流行っておりますんでえなかなかリフレッシュって言ってもね街中に出てくるっていうのも少しねえ厳しいところもあるかなとは思うけどねまあ別に街中に出る時にはリフレッシュじゃないですから まずは本当にもう皆さんね、これまで気張ってますから、あ疲れもあんまり感じない方もいらっしゃるかもしれないけど、試験終わると本当にね、どっと疲れが出るんですよ。気が抜けるって言うとあれだけどね。だからそうするとやっぱ風邪ひいたりなんだりって方多いんでね、2月の試験の時って本当に。えー、ですからまあ、あぜひね、えー、明日ぐらいはゆっくり過ごしていただいて、ね、えー、疲れる方を取っていただいて、栄気を養っていただければね。 いいいいんじゃないかなかと思いますはいというところでございまして、えー、今回の3級本試験に関する回答速報は以上とさせていただこうと思います、えー、皆さん本日もご聴講いただきましてねありがとうございましたあまたあ本日朝からの受験の方ねお疲れ様でしたあ繰り返して申し訳ないけどね是非是非明日一日ゆっくりとお休みなさって、ね、できる方はなさっていただいて影響しなうようにしてください、はい、以上で本日の講義は終了です皆さんお疲れ様でございました